昨日クマ2頭の目撃があった稚内南小学校では保護者が子どもを学校まで送り届ける姿が見られました。稚内市によりますと、クマの体長は大きい個体でおよそ 1.5 メートルあり、おとといにも稚内市内で同一個体の可能性が高い2頭のクマが目撃されています。その後の調査で痕跡は発見されていませんが、近隣の公園は昨日から立ち入り禁止を継続しています。今日たまたま休みだったんで付き添えたんですけど、何かあったら助けに行けないので、そうなるとやっぱり怖いなって思いますね。保護者にも不安が広がっていて、警察や稚内市ではパトロールを継続しています。